ちょっと首長いですね。首が上にちょっと突き上がってる感じがしますんで、もうちょっと調節しましょうか。この奥の方をね削ったり、周囲をちょっと削ったり、あとはここをもう少しね細くしたりして、いくつか修正を加えました。最初さっきこのくらいでしたね。ちょっと境目が見えてたんでこのくらいだったと思うんですけども、ぐーっと入ってこのくらいまで入りました。どうでしょうかね。首はここのこっからこの長さじゃなくてこっからここなので、服の中に入ってるここですんでね、やっぱそこをよく考えて、本当に短くなってるのは多分本当2ミリほどなのかな、これがこうなってるぐらいですか、2ミリほどなんですけども、2ミリって35倍しますんで7センチなんですね。7センチ違うと、人間の首7センチ違うと多分すごく遠目から見ても違うと思うんですけれども、そういうことだと思うんで、やや奥に入り込んだ方がいいんじゃないかなと思います。はい、爪楊枝の先のですねこの辺かな、この辺でこうパチンと切りまして、でここに穴開けるんですね。そして先ほどの首を刺すと、ここですね。つなぎ目にパテを塗ってね、なじませておきたいと思います。僕はいつもこういう風に3つ用意してます。タミヤのラッカーパテですね、あと小さい容器、それからパテ用にラッカーシンナーが入ってます。これを持ってます。いつもこうやってこうですね、ここにこうちょっとプリッと盛り付けまして、でこれでこう筆でこうやってシンナーを取ってここでこう伸ばすと、でここの中で、溶きパテを作るんですね。溶きパテを作って塗ると、でこう塗り終わりましたら、まあ、こう乾かすんですけども、で、すぐにそのまま筆はですねここで洗うんですね。で洗って、まあ多少ついてますけどね、まあそんなにも気にはしません。でまあティッシュ等で拭きまして、で筆は戻す、でそのまま蓋する。で乾燥するまでってすごく匂うじゃないですか。でこれをこう蓋してしまうんですね。そしたらもう匂いはしませんし、このままね片付けられるので、ね、片付けると大変便利です。で、スチレンボードですねにこうやっていつも立ててます。フィギュアはこういう感じで作業が進んで、で頭は頭だけでこういう感じで塗っていくという形ですね。ちょっとね手間はかかるんですけれども、塗り分けが簡単にできるようになるのと、あとこの首のね境目がきっちりと、塗り分けをしなくてもきっちりとそこに影が自然にできてくれるので、ナチュラルになったんじゃないかなと思います。はい、ぜひ試してみてください。おすすめのやり方です。めっちゃ笑ってますね。どんな風に塗っていこうか、これだけね笑顔だと表情がいいと塗るのもちょっと楽しみですね。